オレンジは、高野一語による日本の漫画。別冊マーガレット2012年4月号から12月号まで連載された後に救済。その後、月刊アクションに移籍し2014年2月号から2015年10月号まで本編が不定期連載され、番外編が2016年4月号から不定期掲載が開始された。単行本は、集営者から全2巻。 二社から帰還六巻が刊行されている。世界9カ国で翻訳出版もされている。同級生の自殺という後悔に苛まれている10年後の自分から届いた手紙をもとに主人公の高校生たちが自分や未来を変えるために行動していく様を描いた SF 青春ラブストーリー。長野県松本市を舞台にしている。話数のカウント単位はレター。当初は 別冊マーガレット2012年4月号から連載を開始し、高い評判を得ていたが、高野の体調不良により2012年11月より長期救済に入る。その後二馬車に移籍し、月刊アクション2014年2月号から連載が再開された。オレンジ連載再開に先駆けて、2013年10月25日発売の月刊アクション12月号より新連載。 リコレクションの連載がスタート同年12月25日発売の月刊アクション2014年2月号に別冊マーガレットにて以前掲載されたが当時は単行本未収録であった第9話を掲載し2014年2月25日発売の4月号にて新作である第10話を掲載する以後不定期連載され月刊アクション2015年10月号にて 本編は完結した。単行本は2015年11月12日発売の5巻を持って完結した。二葉社へ移籍した理由は、前々から二葉社での連載の打診を受けており、一度それを断ってしまうが、それでも待ちますと言ってくれた現在の担当編集者に恩返しがしたいと思ったからである。また、救済したことにより、 別冊マーガレットでは連載再開ができなくなってしまったため当初は自身の公式ホームページでの連載再開を予定していたが月刊アクションの編集部から声がかかったため月刊アクションにて連載を再開することになったが連載再開後も高野の体調が万全でないことから不定期連載となった連載再開後2013年12月25日に 新たに二葉社から単行本1巻と2巻が同時刊行され、別冊マーガレットにて掲載されていた読み切り作品、春色アストロノートも収録されている。2015年4月時点で単行本の累計部数は150万部を突破し、前後巻での発行部数は2016年9月時点で470万部を突破している。この漫画がすごい。男編、ベスト22手。 第15位に全国書店員が選んだおすすめコミック2015にて第5位に次に来る漫画大賞2015年これから売れてほしい漫画部門では第12位に全国書店員が選んだおすすめコミック2016では第6位にそれぞれランクインしている2015年4月25日発売の月刊アクション6月号にて実写映画化が発表された 2015年7月18日、小学校高学年から中学生をターゲットにした、双葉社の新レーベル、双葉社ジュニア文庫から次回優位によるノベライズが開始され、2016年3月18日までに全三巻が刊行された。2016年2月には、テレビアニメ化が発表された。アニメ化に際し、月刊アクション2 0 1年四月号には、特別編が掲載され、 同年5月号より、スピンオフ、ソリゲリスの連載が開始された。同年9月に、アニメ映画化が発表された。月刊アクション2016年12月号から2017年2月号に、オレンジ、スワヒロトが、2017年3月号に、オレンジ未来、マイナスが掲載され、これらを収録した、単行本題六巻が2017年5月31日に発売された。 2021年7月16日より、あずさにスポットを当てた短編が、ウェブアクションに掲載された。長野県松本市に住む、女子高校生、高宮奈は2年生になった4月の始業式の日、差出人が自分の名前になっている手紙を受け取る。その手紙には、26歳になった10年後の自分が後悔をしていて、その後悔を16歳の自分には味わってほしくない、こと。 なおに今後起きること、それに対して、なおにしてほしい行動が書かれていた。なおは、初めは誰かのいたずらと思っていたが、手紙に書かれていた通り、なるせ章が東京から転校してくる。手紙には、5月に、なるせ章を好きになること、章が17歳の冬に、事故で亡くなること、その事故は、防ぐことができたと書かれていた。10年後のなおが手紙を書いた目的が章を、 事故から救うことと分かり、16歳のナオは、章がいない未来を変えるため手紙に書かれているように、行動しようと努力する。手紙に書かれていた通りナオは章を好きになるが、手紙を詳細に読むと、章は事故死ではなく、自殺の可能性があることを示唆していた。そんなある日、ナオは、諏訪ロ人から、手紙、届いたと質問をされ、 ヒロトに届いた10年後の26歳のヒロトが書いた手紙を見せられる。さらに、村、坂あずさ、血の高子、萩田作にも未来の自分自身からショーを救うための手紙が届いていることを知り、5人は協力してショーがいない未来を変えていく。そして手紙に書かれていたショーの自殺の永遠になったと思われる体育祭のリレーが章にとっても楽しい思い出に変わり、 未来は章が死なない方に変わっていくと思われた。大晦日、初詣のため6人は、深し神社に集まるが、そこでなおは、章の祖母のことで章と喧嘩をしてしまう。冬休みが明けた1月7日、なおは、章と再会するが、以前のように接せられず、気まずい関係になる。一方、母親との約束を断ったことが、母親の自殺の原因だと思い続け、 自身を責めさいんでいたショーは自殺を考えるようになる。2月14日のバレンタインデー、なおはショーにチョコを渡し告白し、付き合うことになる。そして、ショーの事故が起きた2月15日、事故が起きた場所に5人は集まり事故を防ごうとするが、ショーは現れない。過去を改変したことで自殺しようとする場所が変わってしまい、5人はショーを探す。 章はトラックに飛び込もうとするが思いとどまった。5人と章は10年後の自分たちに向けてタイムカプセルを埋め、物語は幕を閉じる。声はテレビアニメ、縁は実写映画のもの。2012年12月号をもって救済に入ったため、第9話は未収録である。収映者版と本編の内容は同じだが、春色アストロノートが各巻に1話ずつ収録されている。 また、カバー、おまけページ。カバー下は描き下ろしで、単行本のサイズも B6 版へと拡大されている。2015年12月12日に、東方系にて公開。主演は、NHK 連続テレビ小説、マレでヒロインを演じた、土屋太志を取り。同ドラマでヒロインの夫役だった、山崎賢人とは、最共演となった。監督は、 長編映画初監督作品となる橋本浩二郎。キャストは7月20日に発表され、クランクインから3ヶ月半で公開にこぎつけた。撮影は前編作品の舞台である長野県松本市で行われ、クランクインは、マレ撮影終了後の2015年9月1日、クランクアップは同年十月十一日、撮影日数は十一日間であった。原作とは、 手紙が届いたのがなおと、手話の二人だけになっているなどいくつか変更点がある。公開2週間前となる2015年11月30日に開催された試写イベントでは、土屋と山崎も参加しての、こたつに入ってみる試写が行われ、会場は54択のオレンジ色のこたつでいっぱいになった。2016年6月15日に DVD が発売されている。松本市、 飯田工業高校、田川高校、赤品高校、三社会計、入笠牧場2016年7月より9月まで ATX、東京 MX、BS11、朝日放送他にて放送された。全13話。最終回は t v アニメ、オレンジ最終回未来へつなぐ1時間スペシャルのタイトルで1時間に拡大されて放送された。 2016年11月18日には TV アニメを手話の視点から再構成し、高野描き、おろしの後日談を加えた、オレンジ未来、マイナスが2週間限定で劇場公開された。山下聖一郎、古川誠のオレンジの二人は、2016年7月3日から12月25日まで、毎週日曜に、ラジオ大阪で放送、およびインターネットラジオ、 ラディタルで配信されたラジオ番組全26回パーソナリティは山下聖一郎と古川誠ありがとうございます。